皆さんこんにちは。今回の動画はブルーロック最新202話を紹介していきます。前回の201話は下の概要欄に貼ってあるので気になる方はチェックしてみてください。あとこの動画を最後まで見ていて思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。最新202話では174話から始まったネオエゴイストリーグ3試合目バスタードミュンヘン対マンシャインシティ戦がついに完結。一体どんな結末となったのか。バスタードミュンヘン潔は自チームであるノアの力を借り、クロナからのパスが通りそう。あとは持ち前のダイレクトシュートでゴールを決めるだけ。そんな中、後方からあの男が登場。チームであるミハエル・カイザー。カイザーとしては潔の武器はダイレクトシュートということで、体勢を崩しワントラップさせれば潔のシュートは無理と判断。このカイザーの邪魔もあり潔のシュートは誕生しませんでしたが、潔としてはこのカイザーの邪魔を読んでおり、ワントラップからの後方へヒールパス。一体誰にパスを出したのか。本誌の方を読み進めていくと、潔がパスを出した先には201話で自ら潰した雪宮がいた。潔としてはこの試合どっか1個でもいいからカイザーに勝つこと。雪宮へのヒールパス、この選択が今のベストピース。潔からのパスを受けた雪宮はその後潔の期待に応えるジャイルシュート。なおカイザーはこのプレーを読むことはできなかったが、なんとマンシャインシティのレオはこのプレーを読んでおり、前線から一気に戻り雪宮のシュートを封じようとしていた。しかしレオの想像よりも雪宮のシュートが良質。このクライマックスで雪宮はマンシャインシティクリスのナックルシュートを参考に新たな武器を習得。新シュート誕生。結果雪宮の決勝ゴールで3対2、バスタードミュンヘンが2連勝を決め202話は終了しています。ちなみにこの試合は雪宮のゴールで終戦ということで、202話のタイトルハートオブソード、やはりソードは雪宮剣雄の剣ももじっていた。バローの復活の仕方とは違いますが、雪宮は潔の力も借り復活。次の試合から雪宮は潔の味方確定。潔×雪宮、今後どんな化学反応が誕生するのか楽しみ。今回の202話をもって174話から始まったマンシャインシティ戦が終了したということで、やはり気になるのがランキング。3試合目開始前のランキングはこのようになっています。9位アリュー、8位オトヤ、7位カラス、6位オリバ、5位イサギ、4位シド、3位国神、2位バチラ、1位リン。3試合目でゴールを決めた人、バスタードミュンヘン、カイザー国神、雪宮、マンシャインシティ、チギリ、ナギ。今回のランキングはゴールを決めた人の方が評価が高い。実際に2試合目までにゴールを決めた人は最低でも2000万の評価。そのためカイザーを抜いた計4名には入札が入る。雪宮、ちぎり、なぎ、2000万確定。国神は2400万からの上乗せ。イタリア戦で2ゴールを決めたリンの入札額から最低でも3500万は値かなと思います。また今回のランキングはゴールを決めた人以外にどのポジションでも試合に出れさえすれば入札が入り、ブロック、クリア、アシスト、活躍次第では入札額アップ。この試合で言うとバスタードミュンヘン、ガガマルクルナ、イサギ、マンシャインシティ、レオ、計4名にも入札が入る。中でも気になるのがやはりイサギ・ヨイチ。イサギはこの試合、国神、雪宮への2アシスト、ナンバー2クリスのシュートをブロック。またカイザーとの勝負、ストライカーとしてではなく違う形で何度も勝利、マスターであるノアを捨て駒として使用。1700万からの上乗せ、最低でも3000万は課題かなと思います。またディフェンスもできるミッドフィルダー能力が高いフォワードとして評価するクラブがあれば、潔の入札額は一気に上乗せされてもおかしくないはず。3500万以上もしくは4000万未満の新規入札はありえる。
ちなみに次回の203話のタイトルはオーバーヒート。一体このタイトルにはどんな意味があるのか、この件はまた別動画で掘っていこうと思います。以上、今回はブルーロック最新202話を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あ、 Twitter と Instagram もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。